はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日は、京都のホテルをご紹介したいと思います。ホテルはこちら、京都ゆらホテル二条城別邸 M ギャラリーさんです。はい、噛みそうでしたね。そしてよく自分でもよく言えたと思うんですけど、実はこうやって出しながらこの下の紙のここのホテル名を読みました。すみません、はい、ちょっとね間違えそうだったんで高速な手を使いましたが、はい、こちら、今日は京都ゆらホテル二条城別邸さん M ギャラリーですね、ちょっと長いですがをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。では、ホテルの入り口からお部屋までとお部屋の中の様子とってあるので早速ご覧ください。はい、ではお部屋ご紹介したいと思います。お部屋に入るとまず、壁はこれちょっと石っぽくて黒っぽい石で、なんか茶色のこの木と相性良くてすでにもうおしゃれな感じが出てますね。はい、で入るとすぐ、扉というかドアありますが、こちらお手洗いですかね。ちょっと開けてみます。よいしょ、これ開くタイプかな。お、開くタイプでしたご苦労様です。はい、で流しはこれ陶器っぽくて、これなんか京都っぽいというか日本っぽくて素敵じゃないかなと思います。はい、トイレも、まあ、これちょっと暖色に触れちゃってるんですけど、同じ感じで黒目というか灰色の石みたいのでかっこいい感じですね。はい、ご苦労様です。これ自動で閉じるのかな。はい、で、お部屋入っていきたいと思います。こちら荷物置きありまして、これ何かあるかな、ちょっと開けてみますね。金庫、よいしょ、何もないで、私の荷物がありましてよ、あ、これ、寝巻きですね、パジャマあります。で、こちらはズボンのタイプで、なんか灰色というか、まあ、黒に近いですね。これかっこいいんじゃないですかね。で、袋とか、これはソーイングキットみたいなやつですかね、糸とかあります。はい、こんな感じです。まあ、ちょっとこれも漆というか、
漆ですかね。ちょっとこの赤い感じかっこいいなと思いますね。なんか日本っぽくて京都らしくていいんじゃないですかね。で、温度調整は入ってすぐ19度にしたので着々と涼しくなってます。はい。で、お部屋入るとこんな感じ。これベッドルームというかスペースですが、今日はバルコニー付きのお部屋に泊まることができたのでバルコニー見えております。はい、ちょっとこれ後で奥行ってみたいと思います。で、左が、バスルームみたいになってますのでこちらは後で来ます。で、まず、これクローゼットあるので開けてみます。はいはい、どうでしょう。まあここはそんな変わりないですかね。まあ私のコートかかってますが、バスローブ M ギャラリーさんの M ですかね。はい。で、スリッパあります。アイロンもあります。袋も2つ大きさ用意いただけてるのでこれなんか記念にいただこうかなと思います。あとは靴べらとかありますね。おしゃれですね。なんかこの奥もね赤くなってるのとかこの抜かりなくてこういうとこ好きですね私。はい。で、お部屋こんな感じです。いやー、これもうおしゃれです私この部屋かなり好きですね。窓も本当に一面という感じで、まあバルコニーもあるので視界も広くて、さっきちょっとお部屋の説明を入ってすぐいただけたんですが、この、テレビですね、これテレビの台とか、まあ、ちょっと奥に行くとちょっと先に行っちゃいますね。この黒いところとかはお部屋から見た時にできるだけ反射して、外の景色が映り込むように考えられてるって言ってましたので、いやー、おしゃれですね。どうでしょう。広さも、まあ正直この今 GoPro で背面が見えてるよりも広いです。はい、かなり広く感じるので、どれぐらいなんでしょうね、40平米は超えてるんじゃないですかね。いいいいですね。はい、私和のテイスト結構好きなので、なんかその中におしゃれさもあって、もう色味もくどくなくてかっこよくておしゃれで女性にもいいんじゃないですかね、これは。はい。で、ちょっと突入します。で、まず、ベッド大きい。これはダブルではない気がします。キングサイズでしょうね、多分。はい、かなり大きいと思います。はい。で、ベッド脇ですが、まあコンセント系とか、まあ、マスターのライトもあって USB とコンセントあって、ティッシュあるのありがたいです。意外とベッド脇とかにティッシュあるお部屋って少ないんですよね。なんでこれ嬉しい結構。はい。と、アルコールスプレーあります。まあこれはコロナだからかちょっと分かんないですけどありますね。で、こちらルームサービスとかも含めてお電話ありますね。ルームサービスあるかちょっとまだ把握してないですが、はい、こんな感じで、まあここからですね、まあいいんじゃないでしょうかね。はい。で、ちょっと突入してってみたいと思います。よいしょよいしょ。おー、このバルコニーの感じもおしゃれですね。ちょっとこれは後で外も出てみたいと思いますが、こっちのベッド脇は、コンセント類は同じ感じかな。 USB と、コンセントあって、こちらにもマスターのライトあります。どっちにもあるの、これも嬉しいかもですね。で、タブレットあります。どうでしょう、インルームダイニングありますかね。ちょっとレストランありますけど、どうなんですかね、観光案内とかありますが、ホテルのご案内、あ、インルームダイニングありますね。はい、まあ、せっかくなんでここでもう載せちゃおうかなと思いますが、どうですかね。まあね、お値段これでわかるかわかんないですけど、あ、今ピピって言ってトイレ閉まりますね。はい。そんなにメニューは多くないかなとは思いますが、まあ、軽食っていう感じですかね。はい。京都野菜のコンソメスープとかありますね。ちょっとこういうのを軽く食べるにはいいかもですね。はい。こんな感じです。はい。まあ、こちらでいろいろ観光案内とかもあったので、結構使えるかなと思いますね。で、先に、ミニバー行ってみたいと思います。ミニバーは、まず、お水、4つ用意いただいてます。まあコーヒーマシーンも、なんかコーヒーマシーンの色もこの赤はあえてですよね、多分なんかあえてこれを選んでる辺がナイスセンスって感じです。で、コーヒーこんな感じです。このタイプも初めてですね、このモンゴルのゲルピンとこないですね。いいです、はい、こんな感じで可愛い感じで、これもいいんじゃないでしょうか。はい。で、ルームサービスじゃないミニバーの料金は
こんな感じです。ビール700円とか、まあ、意外とルームサービスとしてはまあまあこんなもんじゃないですかね。はい。で、急須とかこんな感じで置いてあります。で、こちら開けてみます。で、ケトルあります。ちょっとスライドしてみますね。グラスと、紅茶は TWG 赤いのバニラバーボンティーって書いてありますかね。お、初めて見ました。はい。と、まあカモミールとかはあって、あ、これ日本茶はどうでしょう、この宇治茶ティーバッグ、ティーバッグ、はい、これもおしゃれじゃないですかね。はい、いいかなと思います。で、下行きます。これもグラスですね。はい。で、冷蔵庫開けてみます。冷蔵庫は、まあ、少なめではありますが、ビール、コーラ、え、これなんだろう、ちょっと見てみますね。アップルジュース、アップルジュースおしゃれですね。これどこ産のなんでしょうね。ちょっとわかんないです。あとでしっかり見て、あの、載せれたらここにテロップで出そうと思います。はい。で、バルコニーあるので、あ、バルコニーの前に、こちら、ウェルカムアメニティ置いていただいてます。これ開けてみましょうか。まあ、ここ遊楽ですかね。ちょっとホテルの名前入ってます。で、開けてみます。よいしょよいしょ。いいよ。なんだこれは。ん、なんかちょっと見てみますね。これ何。お、マスクケースです。お、これちょっと日本っぽくて、これかわいい。これすごいですね。マスクケースもプラスチックとかではなくて、まあ、もちろんマスクも、いや、しっかりしたマスクですね。これはシルク 100%。 おー、すごい。シルクのマスクとマスクケースもこんな感じでしっかりしたの、これは結構ありがたいですね。これは嬉しくいただいていきたいと思います。ちょっとあの汚い感じでこのままいきます。はい。で、こちらソファーとか、まあちょっとリビングと言っていいのか分かんないですけど、休憩スペースですね。いや、これ結構ここも広いのでゆっくりできるかなと思います。はい。で、せっかくなのでちょっと外出てみようと思います。よいしょ。これ開けられるかな、履くか、よっ。はい。まあちょっと外の音入っちゃいますが、こんな感じで、外の音入っちゃうんですけど、こんな感じで、まあ、ちょっと道路はすぐ近くにあるんですけど、その石垣が、二条城の石垣です。で、こっちホテル、まあ、上覗いちゃいけないんで、この上とかの部屋ですね。この部屋2階なんですけど、4階とかのお部屋になると、まあ、二条城がもう少し中がね見えるっぽいので、まあ、それもいいんじゃないかなって気がします。ちょっと座ってみましょうか。座ってみるとこんな感じで空も見えて、緑も多く見えて、いや、気持ちいい。これは夜もゆっくりできておしゃれじゃないかなと思います。まあちょっとね、あのバスローブとか出たら丸見えですけど、はい、まあ、ちょっと素敵な空間だなと思いますね。はい、こんな感じです。じゃあちょっと中戻ります。はい、戻ります。こっち側から見るとお部屋、ちょっとあのテーブルの上アメニティ広げちゃって汚くなっちゃってますが、こんな感じです。で、ちょっと完全に横側から見るとこんな感じですね。まあ、今お部屋の広さは動画の感じとほぼほぼ近いかなって感じがします。色味もおしゃれで上品で、間接照明にも気を使われてて、いや、いいですね。はい。で、ちょっとここ後ろ、ここまあ、日本らしいものなんですけど、これ多分本当に木なんですよね。ちょっと木の香りする感じですけど、これさすが京都って感じですね。はい。ではちょっとバスルーム行ってみたいと、あ、これテレビ開けてみましょうか。テレビは、あ、私映っちゃう。こんな感じ、こんな感じなんですよ。ちょっと動く、見てくださいね。よいしょ。こんな感じで動くんですよ。これもうなんかいちいちおしゃれだぜって感じですけど、はい、これもいいですね。はい、この感じ、こうね、はい、いいんじゃないでしょうか。はい、こんな感じです。で、バスルーム行ってみたいと思います。よいしょ。はい。で、バスルームは開けると、こんな感じなタイプで、これまた
閉まります。ちょっと閉めてみますね。よいしょ。よいしょ。ちょっと指挟まないようにってさっき言っていただいたんで、こんな感じで、まあ完全に閉じることもできますし、まあ開けてもいいですね。私は開けて入っちゃうかなって感じですね。今日も一人なので、はい。で、流しというか洗面台こんな感じです。いや洗面台の雰囲気もよろしゅうございますよ。はい、もうよろしゅうってなっちゃいますね、京都なんで。はい。で、ここなんか、いや、ここもなんか陶器っぽくておしゃれな感じです。こんなのありですか？黒とこの色味も合ってていいかなと思います。はい。で、アメニティ、ああもうさすがですね。これちょっと布っぽいのですけど、ちょっと紙じゃないっていうのもすごいですし、この辺も抜かりないですね。はい、こんな感じで入っております。まあホテルのねマークとかも入ってたりして一通りあるんじゃないかなと思います。はい、なんかこれもなんか和紙みたいなやつでおしゃれかなと思いますね。はい、閉じます。で、ここ開けてみましょうか。あ、ここはから、すると右がドライヤーかな。はい、ドライヤー出してみたいと思います。こんな感じでマーク開いてます。で、ドライヤーやってる間、ちょっとお風呂を移しておきますね。お風呂、これ私映っちゃうのかな。はい、いいです。ちょっと開けます。ちょっと大きめですね、ドライヤーは。次と、あ、今触った感触がこれいいドライヤーの予感しかしない。あーこいつか。はい、ちょっとはい、出します、出します。はい、出しますね。じゃん。いや見かけますね、近頃この子も結構大きめで触り心地よし、丸よし。はい、いいドライヤーだと思います。はいこんな感じですね。ちょっとまたドライヤー出しっぱなしですが、下は、まあ、タオルですね。で、よいしょ。体重計は黒でかっこいい感じでサラサラで私は好きな肌触りです。はい、よし、こんな感じですね。で、お風呂突入します。いります。あ、お風呂今持って思ったんですけど、扉がこの GoPro よりも多分横幅が広く感じるんじゃないかなと思います。結構ここ幅ありますね。はい、開けます。あ、内側に開くのも大事ですね。で、こんな感じどうでしょう。ここはね石でいいかなって、また統一されてる感じでいい感じです。で、湯船が横幅がかなりありますね。これいいお風呂な予感ですね。はい、お風呂もちょっともうちょっと引いてみますが、こんな感じで、よいしょ、間接照明も入っておしゃれですね。はい。で、バスアメニティはこの子は何かな、ちょっと後ろ向けてみますね。コーダリーって読み方なんですかね。コーダリーさんのシャンプーです。まあ多分いいやつですよね。ちょっと開けてみましょうか。ちょっと香り嗅いでみます。あー、ちょっと花っぽい感じ、フローラルな香りですね。ハーブというよりは花の香りがする感じで、女性にはいいんじゃないですかね。私も嫌いな香りじゃないですね。はい、こんな感じです。ちょっと最後もう一度お部屋をぐるっと映しまして、ホテルの説明に入ろうかなと思います。さらりとこんな感じで、なんかバルコニーに、まあ、今見えてると思うんですけど、緑が結構入って、この緑が結構この内装とまた合ってる感じですね。茶色赤緑の組み合わせがおしゃれで、なんかいろいろ色味が考えられてるなって感じがします。映り込みとかね、考えてるのは京都らしいというか美しいと思います。はい、ではこの後少しホテルの説明したいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい、いかがだったでしょうか。今日はこちらですね。ちょっとこの間ねまた間違えそうなんですけど、京都ゆらホテル二条城別邸 M ギャラリーさんですね、をご紹介したいと思います。場所は、私は、京都の地理にものすごく詳しいわけではないので、ちょっとね正確にお伝えできるか分かんないんですけど、二条城のすぐ南にあります。はい、まあ京都駅から北に行くほどね
432っていくと思うんですけど、二条城ですね、二条の二条城ですね、はい、のすぐ南側にあって、まあ、今あのバルコニー越しに、まあ、夜なので暗くなってるんですけど、あのもう石垣がすぐ目の前に見える状態で、本当にもう本当に歩いていける距離ですね、二条城山が、はい、っていう感じの距離感のところにあります、はい。で、いろいろお話ししたいと思うんですけど、京都 の, あのこういう割とっていうかいいホテルに泊まるのは実は初めてですね、はい。あのお仕事で来る時も、まあ、京都で食事とかっていう機会はあって、あのそれでもなんかそんなビジネスホテルとかは使ったこともありますし、まあ、大阪に宿泊して昼間こちらに来てたりっていうことは あったんですけど、京都で、あんま観光もせずあのしっかりねいいホテルに泊まるっていうのは実はあの初めてなんですが、まあ、率直な感想、まあ、いろいろね、いろいろ有名なホテルがあるので、パークハイアットさんとかマーマンさんとか、もう本当に東京のでもある一流ホテルさんもたくさんあるんですけど、もうあえて今日はあのインスピレーションですね、はい。で、こちらに宿泊させていただいたんですが、まあ総じた感想として、最初のホテルがここで良かったんじゃないかという感じですね。すごく印象が良くて、他のホテルに泊まってないんで、まあ、なんともなんかそれだけで言えないとこですが、もうお気に入りホテルになりそうです、はい。で、こちらは、アコホテルですかね、グループは。ちょっと間違えたらまずいんで、一応カンニングをしようと思うんですけど、まあ、アコーグループですね。で、アコーグループさんは、私もここに来るってなって調べたんですけど、プルマンさんとか、メルキュールさんとかですかが、このグループに属してます。で、間違えてたらごめんなさい、名前。はい。そういうホテルが属してるので、まあ、東京でも銀座とかにあるホテルだと思うので、そのホテル自体はご存知な方も多いかなと思いますが、はい、いいホテルかなと思います、はい。で、お部屋以外のところなんですけど、外見は、ホテルを探してこないとここがこのホテルだっていうのは認識しずに通り過ぎちゃうかなっていう感じですね。なのでこのホテル目的の方がこのホテルに気づけるっていうような外観じゃないかなと思うので、そういうところがまた隠れ家っぽいというか、お忍びとは言わないですけど、秘密基地知ってるみたいな感じが、私はまたおしゃれでいいなと思いましたね、はい。で、入り口もオラっていう感じではなくて、まあ、京都らしい上品な感じで、入り口はそんな目立つ感じじゃないんですけど、上品でいいんじゃないかなと思いますね。で、入り口入るまでもちょっと路地みたいな形で、なんかその、なんだろう、秘密基地というか、そこを行くところももうワクワク感があって、いいですね。はい。で、ロビーのスペースはもうものすごく広いってことではないんですけど、こちらも京都らしくて、テーブルにね、外の木が反射する形だったんですけど、あれはもう隠し犯だと思いますね。はい、そのように計算されてるのかなっていう気がするので、京都らしい写真も、ちょっとね何枚か撮っちゃいましたけど良かったですね、はい。なので雰囲気も上品で高級ホテルって感じがしました、はい。で、お部屋までの、ホスピタリティなんですけど、こちらもまあさすがですね、はい。京都ホテルのレベル高しっていう感じですけど、本当にご丁寧にご対応いただいて、まあ、まさに高級ホテルだなっていう感じですね、はい。従業員の方がものすごく多いわけではないんですけど、資格がなくしっかりフォローもいただけて、まあ、スーツでね、しっかり対応いただけて気持ちよかったです、はい。ここも不満は何もありません、はい。で、ちょっと今日はチェックイン時間が3時だったんですけど、もう本当に早く着いてしまって、12時半ぐらいには着いてしまって、カフェラテをいただきつつ待ってたんですけど、まあ、お部屋の準備が早めにできたので、早めにチェックインもさせていただいて、まあ、そういうところもね、まあ、教科書通りではないというか、しっかり配慮いただいて、ご対応いただけて、ありがたかったなと思います。はい。で、お部屋の雰囲気なんですけど、いや、こちらも、もう、おしゃれですね。今ちょっと後ろに、テレビの、テレビのケースって言っていいのかわかんないですけど、テレビが収納されてる、漆っぽい感じで、赤と、まあ、黄色、
黄色じゃない茶色ですね、木の茶色の木が黄色になっちゃいましたけど、木 の、 あの雰囲気もバッチリ合ってて京都らしい本当に雰囲気で、まあ、その中にもこうちょっとねキリッとしたおしゃれさも入っていてグッドですね。これは結構お部屋のおしゃれさでは東京の高級ホテルにも引けを取らない上品さというか、まあ、その比べてどっちがいいかっていうのではなくて東京の高級ホテルに泊まった時と同じような感動というか衝撃があって、いやーいいですね、まあ、激戦区だとは思うのでこう中途半端なことではダメなんだろうと思うんですけど、いいホテルでした。はい、まあそんな感じですかね。まあ、お部屋はお部屋の中の動画を見ていただけてると思うので、まあ、そのままかなっていう感じなんですけど、ちょっと今ね下の、黒いところちょっと喋り忘れたんで、まあ、テロップで出したかなと思うんですけど、床が、リビングスペースというかソファーがあるところは黒で塗った畳になっていて、まあ、こういうところもしっかりね和も残しつつちょっとこうキリッとしたね斬新さも入れておしゃれです。はい、もう言うことないです。はい、で、あと、良いポイントですかねは、まずこちら、お部屋の動画でも話したと思うんですけど、ウェルカムアメニティにマスクケースをいただいたんですけど、西陣織って書いてありますねの、織物のマスクケース、これは、まあ、ずっと使えますもんね。プラスチックとかだと、まあ、折れ曲がっちゃったり紙とかだとすぐ使えなくなってしまうんですけど、このおしゃれなケース置いていただいてて京都に来たって感じで、本当にお土産にも良くて、ホテルのユラっていうマークも入ってておしゃれだなと思います。これ本当に嬉しいですね。はい、持ち帰って記念に本当に使いたいと思います。でマスクもこんな感じでシルクのしっかりしたマスクですね。これもおしゃれで、いや気が利いてる本当に良かったなと思います。これもなかなかこう、まあ、おやつとかが多いと思うんですけど、形に残るものでいただけるのも嬉しいですね。これありがとうございます。いただいていきたいと思います。はい、で、恒例の忘れてるものありました。キーを紹介し忘れてたのでこんな感じです。まあ、M ギャラリー。これはまあ、このホテルグループのカテゴリーですかね。ちょっと詳しくわかんないですが、後ろを見ると、木の感じで、木の、これ木ですね。木の茶色と黒が、まさに、このお部屋とかのテイスト、デザインを残してる感じで、おしゃれです。はい。で、お部屋の、カテゴリーなんですけど、バルコニー付きの、ちょっとカンニングさせてください。なんていうお部屋だったかな、よいしょ、ちょっとすいませんね、発見しました。デラックスキングのバルコニー付きっていうお部屋で、平米数は40平米ですが、もう40平米を感じるのかどうかちょっと難しいぐらいですね。バルコニーがあるのでバルコニーが入ってるのかももはやわからないですけど、お部屋の広さは2人で泊まるならもう十分ですね。私は今日1人なのでなお十分ですね。はい、で、バルコニーがついてるお部屋で、バルコニー外出ると、まあ、ものすごい大展望ってことではないんですけど、二条城の石垣が見え、ちょっと下を覗き込むとホテルの、まあ、お庭みたいのですね、中庭みたいのも見え、庭園っていう感じですかね。はい、紅葉してれば紅葉する木だと思うので紅葉も綺麗かなって思いますね。まあ、ロビーから見えてる木が上から見えるっていう感じなんですけど、緑もお部屋の中にいると緑が見える形なので、すごいこうコントラストというか赤茶緑が合ってて、昼間は特にねこうキロスキキロさってすいません、綺麗な感じがして、はい、まあいいですね。はい、でお部屋の、説明をついた時にしていただいたんですけど、いろいろ反射をかなり考えられてるっていう話をされていて、テレビのところにもお部屋からこう外がね反射するように考えられているのと、今再度黒くなってるんですけど、黒いところもお部屋の中から見るとちょうど反射して、昼間は緑が反射して、この黒いところが緑に感じるような反射に考えられてるって話をされてまして、いやーおしゃれ、はいですね。でフランスが、元のホテルなので、まあ、こういうのは
まあ、もしかしたら、まあ、なんかこう人種で区切るのもどうかと思うんですけど、日本人でもなかなかね、こう思いつかないようなこう美的感覚っていうのもあるのかなっていう感じがして、なんか、はい、いいホテルですいろいろ刺激をいただけるホテルだなと思います。はい、で、まあ、二条城がすぐ近くにあるので観光にも良いかなと思うんですけど、まあ、歩いた距離感がちょっと分かんないですけどね、あの買い物とかだと四条とかが、まあ、あの百貨店とか、ね、祇園の方とか行くにもちょっとメインかなって思うので、まあ、そこまで行くとなるとタクシーとかを使う感じになると思うんですけど、タクシーで1000円から1500円の間っていう感じだと思います。道路が渋滞してても1500円には収まるんじゃないかなっていう気がするので、まあ2人とか3人で来られるなら、まあ電車で移動すると思えば、まあ、ものすごく差額があるわけではないと思うので、ちょっと気楽にね、あの動くのも距離感じゃないかなと思います。はい、でまあちょっとね、その距離感があるがゆえに、今夜なんですけどすごい静かなんですよ。もう車もそんな通らない通りなので、まあ、京都に来て、まあ観光に行くにはちょっとだけね、タクシーとか使って、電車とか使って移動して帰ってくると、まあ京都らしいというか、あの静かに落ち着ける感じが大人っぽいホテルで、いいですね。はい、なんか大人向けだと思います。はい、なんでご家族で来るにはもしかしたらちょっと広さとか刺激とかが、あの大人しすぎるかもしれないので、あの大人の旅にぴったりのホテルじゃないかなって、あの個人的にはね思いました。はい、で、まだ多分そこまで、まあ、有名じゃないっていうのと、開業が、11月、今12月入ったばかりなんですけど、11月なので、そんなね知られてないっていうのもあると思うんですけど、ホテル自体はまだかなり、混んでないので静かで、こちらも私は好印象でしたね。はい、まあいろいろあって、もうちょっとねホテルからすると入っていただきたいっていうところだと思うんですけど、まあちょっと静かに来るには本当にいいホテルじゃないかなと思います。はい、その他は、お風呂も広くてすごくいいですし、こうアメニティとかをね包んであるのも、もうなんか和っていう感じで、いろいろなところにやはり京都にあるだけあって、和のテイスト、日本らしさみたいのが含まれてて、外国の方が来るにもいいホテルじゃないかなと思いますね。はい、言うことないですね。はい、であと、まあ、一つ、あえてですね気にするところがあるとすると、レストランの数がそんなに多くないので、とあとスパとかがあるホテルではないので、レストランホテルで1日楽しみたいっていう方は、もしかしたらねもうちょっと大きなホテルをご希望された方がいいかなと思うんですけど、まあ、宿泊と、まあ、食事する場所はおしゃれなので、食事にそんなにねいろいろなレストランを求められなくて、ちょっと大人っぽく静かに、過ごしたいっていう方にはぴったりなホテルかなと思います。はい、今日はこんな感じですかね。はい、まあ初めに京都でいいホテルに泊まらさせていただいたんですけど、あの選択は間違ってなかったんじゃないかと今のところ思ってます。はい、ぜひね来ていただきたいなと思います。はい、で、今日は朝食付きのプランにしてるので、朝食明日の朝食べていきたいと思いますので、こちらにこんな感じですね。はいまだ食べてないので何ともコメントが難しいんですけど、はい、まあこういうとこでは私は和食をいただいてると思いますので、和食になるかなと思いますが、違ったらごめんなさい、はい、はい、という感じですね。はい、こんな感じで今日は終わりたいと思います。今日はこちら、京都ゆらホテル二条城別邸 M ギャラリーさんです、はい、からご案内しました。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。